はい、今日は厚木市アイナの畑に来てます。春野菜の種をセルトレイにまくために土入れをしています。うね間の土を5ミリ穴のふるいに入れて土を入れています。定植する場所の土を使うことによって種が土の感じを覚えて、定植時も活着しやすくなると思います。入れた土の量にムラがあるので、量を調整しています。この状態でしばらく置いといて雨に当てたいと思います。雨に当てることによって大気中の栄養が土に染み込みます。また空気中の微生物や細菌なども雨と一緒に土の中に染み込んでいきます。種がたくさん落ちている畑の場合、しばらくすると草が生えてきますが、ある程度草を生やしておいて、種をまく前に草を抜いたり切ったりしておけば、その後の草取りも楽になると思います。